福島に限らず社会課題多いかと思いますけれども、その課題解決のモデルに我々が一つなれればなというふうに考えております。それによって福島の皆さんの課題を解決すると同時に豊かな社会、この実現につながるような、そういったものの少しでもお手伝いができればいいなというふうに考えております。東日本計算センターの名前の通り、かつては計算機のパワー、計算する力を持ってお客様に提供することからスタートいたしましたけれども、その後はさまざまな産業の分野、業務の分野におきまして、システム開発、ソフト開発、そういったものも含めてトータルの情報サービスを提供してまいりました。公共の分野から科学技術の分野まで幅広い分野の業務知識を持っている、それが我々の強みとなってきております。震災の少し前に研究開発センターというのを持ちまして、その中でドローン、ロボット、一般についての研究は始まっておりました。それがたまたま震災ということによって、福島復興という形で我々も弾みがついたという形になります。我々は大型産業用ドローン、こちらの高高度飛行制御システムを開発しております。最大27機のドローンを空間上に配置して、高度1200メートルの高さにおいて隊列飛行をすることを目指しております。現在我々が想定しているのは、気象観測予測に役立てられるのではないかというふうに考えております。リアルタイムで制御を行うと、これは我々の他の事業のこれまでの経験が役に立っているというふうに思っております。我々が手掛けている水中ロボットに関しましては、福島第一原子力発電所、ここで行われるさまざまなチャレンジにおきまして、そういった後方射線下における水中ロボット、こちらの開発にも我々力を発揮したいというふうに考えております。今回イノベ構想に参加することになりまして、さまざまな産学官のネットワークができたというのが我々にとって最大の財産であると、その産学官のネットワークを使って我々の事業を伸ばすことができる、もしくは一緒に仲間として将来を語ることができる、これをできるようになったことが最大の財産だというふうに考えております。